姫路城、干渉天守真壁は柱を露出する壁のこと。日本国内では主に和室やスキア作りや書院作りなどの伝統工法が用いられた建物、伝統家屋などに見ることができる。外装仕上げに対しても用いられる。日本の新壁には塗り壁と針壁の二つがある。塗り壁とする場合、柱の間に大壁のものより細い真柱を立て、 下から地眼銅眼マイナス内方管天井岩を土台と平行方向に適切な間隔でかける。竹製の格子を組み縄などで縛り固定し下地としたものか直接ラスボート等を張ったものの上に漆喰などを塗り重ねることが多い。コマを組む場合は壁土を塗った上に中塗りから上塗りを行うことが多い。針壁とする場合柱の間に 大壁のものより細い間柱を立て、等間隔に接合部の下地となる、銅眼と中間の下地である銅縁を土台と、平行方向に適切な間隔でかける。石膏ボードや下地合板などを貼り、壁紙を貼って仕上げる。いずれも、天井との境に、天井周り縁、床との境に、巾木、和風の床などでは雑巾すり、畳敷きの場合は畳寄せがつけられる。普通、 大壁で隠れてしまうカモイや敷居も露出する。普通カモイがなくても良い場所にも付けカモイという装飾材が付けられる。その上に投げしを付けると本格的な和室となる。外壁を新壁とする場合、墨柱や露出させたい柱を外に出るように配置するか、他より大きな柱とする必要がある。板状の部材を元の柱か、 大壁仕上げの壁に取り付けて新壁に見せることもある。また露出した柱も漆喰などで塗り込めた場合にも真壁作りということがある。上郭建築では投げしや柱をそのように塗り込めて形を出させるので投げし形という、欧米などでも伝統的なイメージとして定着している。ありがとうございます。